皆さん角田隆昌でございますえ今日は日本で一番忙しい方に来ていただきました高市さなえさんでございますありがとうございますどうもよろしくお願い申し上げますご飯食べれてますえご飯食べる間もなく来ちゃったでしょいいろいろ,いろ,いろそうですねいやでもちょっと太りすぎなんでちょうどいいぐらい <laughs> ちょうどいいぐらいで、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますもうこの日本中の話題がこの総裁選にも集中しておりましてあのどこへ行っても どどななたがどうなんですか誰が勝つんですかとかもうそんな話ばっかりになっておりましてそれで一番注目ななのがやっぱり高市さんなんですでこの間そのヤフーでやったその23万5 0人アンケートでその11万5千人というですね、えー、全体の49.1%ほとんど半分この,この人がふさわしいっていうんで高市さんが。 圧倒しましまですねこれはまあ当初から予想されてたんですけどネットで高市さんの人気っていうのはこれもどの調査でも圧倒的にトップなのでそのまあ選挙の顔としてはもう高市さんがそれは議員に決まってるんだけど問題はあの自民党員の,あの党員という議員なのでこれ全く違うものがありますのでそれでいろいろ戦略もあろうかと思いますけど今日ちょっといろいろ あの本音をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。それで、この枠が出してるこの本がめちゃくちゃ今売れてましてですね。で、今日も私。あの、紀伊国に行ってきたんです。そうすると、この三冊が。この、固まっておいてありましてですね。それで。この。高市さんのやつだけ、ガタンってなって。る要するに、高市さんの害。二冊しかない。 ものすご吸ってるののによ吸ってこの置いてるにもかかわらずこれがまあ時期的にこれ去年出たやつだからだけどお今出たこの河野さんのやつがあってそれで高市さんのだけがガタンって2冊しかない。 すごくないか。いや、ヤフーといいヤフーのこの結果といい印刷追いついてないっちゃいますよねなんか不安になってきましたけどそういう問題じゃなくていやでも本当に買っていただいたこともありがとうございますかなりすごくてやっぱりその人気がねあこれはあるなっていうのがよくわかります一生懸命自分のパソコンで売ったんでちょっともう文章下手なんですけどなかなかけど文才ありますね いやいやあ,あのいやライターとかに普通政治家の人頼むのにああ、うん、これ高市さん自分で書いたでしょうって言われて、うん、あの作家の百田先生から「うん、自分で書いたでしょう私いつも本自分でパソコンで打つんで」って言ったあだからなんかこうかいところと柔らかいとこっていうかそうそうそう,そう、うん、だからそプロが書いたやつだったらもうちょっと。うん 読みやすいっていうかなんだけど<や><か>この忙しい時にこれ書きましたか<や>すごいねだから月刊誌のとかいっぱい来てましたからだからあの六六眠らずこれまあちょっと高市さんとのこの話し合いのあれもあって、はい、前あの五月に私の出てるインターネットテレビに出ていただいてその時もちょろっと話したんですけどそのもうその高市さんしかないでしょう。 っていうことをあの時まあ言わせてもらったんですけどそれはその私奈良で2回講演があったんで直前に大阪で2回あったんですけどその時に皆さんも高市さんしかもう日本救えるのいませんよっていうことを言ってそしたらまあ高市さんの支援者が多かった奈良なんか多かったんだけど。 えーって感じだった。要するに、そういうその。あの日本を率いるっていうのと、自分のその。高市さん。自分たちの。身近なね。身近な高市さん。が日本を率いるって言った。奈良県の田んぼ道とか、あのほてほてよう歩いてる、あの高市ちゃん。あ、あまり。日本で。そうそうそう、なんかしょ商店街でねぎったり、いろ、いろんなとこ見られてますから。それで。 あのそのこともちょろっとある時言ったわけなんだけどその高市さんしか何でこの救えないのかっていうのがだんだん明らかになってきてですね要するに河野さんと岸田さんのこれ私これ,これも読み込みましたけどこれどこが違うんだろうってずっと読んでたらやっぱり中国なんですよ。うん、中国に対して遠慮してるの2<ー>二人は。 それで中国のこといろいろ書いてる部分もあるしそれで岸田さんとは大木さんと日本語で話し合ったところなんかも書いてるんだけどやっぱり遠慮があるわけ中国にこうしなければいけないって全然ない、うん、それで高市さんのやつってそのこのサイバーセキュリティのやつから始まって。 そのまあ敵基地攻撃能力といったらこれは安倍さんの言葉だけどそういうそのサイバー攻撃から何からこれを全部防ぐために電磁波だどうこうとっていうことで全面的に書いてるのでこれはああ全く違うと要するに他の2人と高市さんがあるのとは全く違うということが本を読んでも分かるし。 この,、まああの記者会見、その他の,あの打ち出したビョンを見ても分かるんですけど高市さんはそのあたりはどう意識されてますかねいやちょっとまだ申し訳ないけどお二人の本を私は買って読んでませんので本当は買ってちゃんと敵を知らなきゃいけないのですがただ、普段の衆議院議員選挙でも相手の候補者の公約は。 あの全部のご家庭に配布される、うん、あの選挙候補選挙管理委員会が配ってくださるそれはちらっと見ますけれどもいつも相手のことよりは自分の政策を有権者の皆様にお伝えしたいと思っているので、はいまあ、どこがどう違うと言われてもあまり分かりませんが、まあ、私はもう今の日本を守るためにも、うん、でちゃんとやっぱり子どもたちにあの未来を。 開いておくためにも絶対やんなきゃいけないのはこれだと思って書いてますんで、はい、だからもう私は総裁選挙になっても相手の批判をするんじゃなくて、はい、自分の政策をししっっかりととお伝えしたいと思ってます、はいはい、その政策がやっぱりそういう意識の違いがあるから、はい、やっぱり全く具体性も違うし、うん、方向性も全く違うわけです。そそそれでで私がちょっとののツイッターその他で あのこういうのをちょっといろいろ出してみたんですこれは河野さんがあのー、ソウルの国立県中院といって韓国の英雄が葬られている国立県中院があるんですけどそこに参拝をしている写真でございますで私は中央日報からこれを今これコピーしてきたんですけどそうするとこの方は あの靖国参拝を一切されないわけですそれで高市さんはもう総理になってもあの続けますということをされていてこれも明確に違いますそれでこれはあのこの中国の有名なあの加算なんですけど報道官と2人、まあ、このツーショットがここにあります。それから あの大木さんの前へ行くと、まあ、こういう感じで<う>、えー、河野さんはこのおいつも礼を尽くすわけなんですけどでこういう写真もあります。でこれはあのお建国70周年の時のおこのし祝辞を述べた学会の人たちこのちゃんと親子が河野親子っていうのはあのこの日本あののの 進化日本、新華派あの親の中華の華なんですけどこの親中派あの代表として、まあ、ここに出てる人たちがいるんですけどこういうそのお、まあ、政治家がこの中でもその中国に対する脅威についてあの語りかけてるんだけどどうすればいいかっていうことは全くないわけです。で ものすごい危機意識を中国に対して持っていると思われるんですけどその点についてその中国に対してもちろんあの近隣国だから仲良くもしていかなくてはいけないんだけどうん、うん、人権問題とかそして力による現状変更とか要するに一方でものすごくあの脅威になってるじゃないですか。その点で、はい 高市さんの,その中国に対する認識を伺いたいんですけど、うんまあどの日本国の政治家にとって一番大事なのは国民の皆様の生命と財産を守り抜くこと、はい、それから領土、領海、領空資源守り抜くこと、はい、国家の主権と名誉を守り抜くこといずれを考えましても、ねはい、あの中国というのはまあ一定の脅威だと思います、まあ、それなりに言うべきことは言わなきゃいけないでこちらも備えるべきことは備えなければならないと思います。 であのまあ、領土、領海を守るってことではもう尖閣周辺ではい、はい、もうあれだけですね あの漁船を出して、まあ、しかも武装した漁船を出すで中国の海警法も今年の2月に施行になりました、はい、まあこういうことを考えると海上保安庁法を完全に変えておかなければ、はい、まあこれはまあ海上保安庁の職員がまあ犠牲になったりあと日本の,あの民間人ですねこれあの漁業者などが犠牲になる可能性がありますね。こ、はい、これはもう国民のの皆様の命を守ること それからあの中国に日本から流出している技術があんまりにも、えー、恐ろしい、まあ、特に中国の国防7校と言われているようなとことか、まあ、中国の国家機関で、えー、中国のこの兵器を、えー、開発しているようなところの研究員を日本は日本の学術機関や企業、えー、研究所はあんまりにもこの 安易に受け入れすすぎてますね、はい、スクリーニングもかけずに、えー、受け入れてますその結果何が起きているかというと、まあ、高耐熱の、えー、素材、まあ、つまりあの中国の,あの極超音速兵器に使われているような、まあ、素材ですとかスクラムジェットエンジンですとかあの日本は別の目的で開発している。でも向こうは あのもう日本を壊滅的な状況に追い込める武器に使えるまあそういう技術をどん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 持ち出されているだから日本で必死でみんなで開発した他の用途のための技術があの中国が万が一日本を狙うようなことがあったりまあ中米間で大きな対立が起きた時に命を 危険にさらすような技術が日本から流出している。これを止めようと思って。私はあの経済安全保障包括法という法律を絶対に一刻も早く通したいということ。をその本にも書かせていただきました。これはまた命を守るということです。で、まあ、じゃあ、国民の皆様の財産はどうかって言ったら。すごい勢いでサイバー攻撃来てますよね。うんうん、まあ、あの。つい先般もあの日本の警察が。 え中国人のえまあ発火をですねこれもう出国しちゃった後でしたがでもやっと書類送検はできたとでもこれあの今まではそれもなかったんですね誰が攻撃者かということまで分かんなくてでまあそのままあの放置されてたでも大体攻撃者を特定できたっていうのはこれすごいことなんですがでももう中国から まあ、あの世界中からありますけれどもやっぱり中国の、えー、サイバー攻撃集団というのは、うん、まあ当然軍の中の組織と、うん、あの非常に深い深いつながりを持って民間にもたくさんありますこういったところがあの私たちの財産要は預金や預貯金やまたのクレジットカード、まあ、こういったものに対する攻撃をしたりそれから、うん、やっぱり命に関わるといったら。 電力とかね、まあ、ガス水道航空機自動車、まあ、こういった私たちが普段使うものに対しての攻撃を行う能力も十分兼ね備えているということこれに対して早く防御をしなきゃいけないし、まあ、やられたら場合によってはやり返す日本の機密情報を抜かれた場合には相手に対して 攻撃を仕掛けて、まあその機密情報を消去する、まあ技術っていうのもあるんですけれども、今の日本の法律ではそれができません。それから、まあ攻撃者を特定、えー、警察が一生懸命捜査をしようと思っても、えー、通信の秘密というところに引っかかって、まあどうしてもえそれ以上踏み込んだ調査ができないということがあったりして、でもこれも法の備えが必要です。だから。 まあこれは財産を守るとで、まあ、領土、領海、領空の話はさっきいたしましたけれども、まあ、それでも考えてみれば中国が開発中の極超音速兵器がもう一回発射されたら私たちはもう撃ち落とすことももう防御する方法すらないんですね。うんうん、ではそれに対してどうするかと日本に向けて撃ったら、まあ、も,うもう撃たれたら終わりですから。 まあ一定の被害は日本に一定どころじゃない被害が生じるんですが、まあ、その後日本はどうせ何もしてこないだろうということになると何の抑止力にもなりません。はい、まあ私はあの一昨年 にまあエスパー長官がアメリカの当時のエスパー長官がえこのアジア地域にも中距離ミサイルをまあ配備したいとおっしゃったような時に本来でしたら日本は一番先に手を挙げてまあ抑止力としてそれを装備するとかねこういうことはしなきゃいけないそれからやはりこれからやはり衛星えサイバーそれから電磁波まあこういったものがですねあのそれと無人機ですね。これは ゲームチェンジャーになります。うん、で、無人機日本は持ってません。うん、まあアメリカも中国も持ってます。うん、で無人機による攻撃っていうものにももう備えると思うと買うか作るしかないんですね。うんうん、それからうんやっぱり相手の基地をいかに先に無力化するか、えー、ということはこれはもう、はい、もう勝敗を分けると思います。はい、だからもう圧倒的な情報収集能力を日本が持って。 まあこれ衛星もまだまだだ足りないんですでもまあ中国は衛星を攻撃する能力を持ってますからそれをいかにさせないように衛星を防御するかで海底ケーブル切られたらもう通信もできませんのでいかに海底ケーブルを防御するかまあそういうことも含めてでいざ向こうが発射をするという兆候をいち早く捉えることができればですけれども相手の基地を無力化するまあこの作戦は立てておかなきゃいけない、はい。 そうですね本の中にかなり書かせていただいておりますので、うんはい、お買い上げいただいたら嬉しいんですが、まあ、あの電磁パルスでしたり、はい、それから、まあ、ジャミングということでした電磁波であったり、うん、それから衛星の向きを変えたり捕獲する技術これは日米ともにあのやろうと思ったらやれますので、うん、まあこういうこともやると。でただ、まあ、サイバー攻撃がでできないのの相手のシステムを え先にダメにしちゃうということはこれ日本法律ありませんしうーんそれからやっぱり自衛隊法に1つずつ今言ったような任務を書き込んでいかない限り自衛隊全く動けませんのでこれも私が急いでることなんですね。でやっぱり国家の主権と名誉を守るまあ主権っていうのはまあ私たちが自分でえ日本のことを決められる権利ですよね。 で名誉を守るってこともそうなんですが、まあ、先ほど靖国参拝の話が出ました。私だって海外に行ったら、その国のために命を捧げられた方のお墓なり慰霊碑に参拝してます。でこれあの例えば南太平洋の国に行ってもアメリカ軍のあの慰霊碑にもまた日本人の慰霊碑にもそれから現地で戦争に巻き込まれた 現地のもともと住んでらっしゃった住民の方々の慰霊碑にももう山の奥深く村まで分け入って慰霊させていただいてますよアメリカのアーリントン基地だって行くしいやそりゃ真珠湾攻撃で。 亡くなった方々の慰霊もしてます。はい、もでも。ししね。ね<う>でもなんで、日本人が。<laughs> その、日本の国のためにね、はい、本当にたった一つしかない命を。捧げてくださった、はい。しかもペリー来航以来の。当時殉難者ですからね。百四十六万六千人ですよ。うもうそれだけも。そこに行けないという。その。 選択肢が私もだからもう本当にもう感謝して感謝して <laughs>、うん、ほんで見たまあ、が安らかでありますようにと、はい、あと残されたご遺族があのお元気で長生きできますようにって私はいつも奥に守ってくださってありがとうございますって、まあ、それぐらいしか、はい、あの申し訳ないですあんまり神様にお願い事はしないたちなので、はいはい、でもなんでそれがこんなに責められるんだろうと。うん あのやっぱりどこの国も戦勝国でも敗戦国でもこれお互いの国のために働いた方には敬意を表すべきだと思うんです。当たり前の人ととして当然のことですよね、うん なんかむちゃくちゃ右翼扱いされて責められてるのが私はなんかそれやったら、ね、<laughs> 海外の墓地なんかも行ったらあかんとマーリントン墓地に普通に外務大臣が参拝されましたよね、はい、日本の外務大臣が。革命ね、私なんかもう昭和50年代に八方山革命工房行きましたけどもうただの山であの石ころとかそんなあれだったのに、うん、もう最近ではものすごいものになってるんですけど。うん これはもう国がだーって中国が整えていってポーさん革命後をきちんとさせたんですけど、はい、私も昭和50年代さ行ったんですけど、うん、そういうところに国の指導者が行ってそしてありがとうございましたってあた口別を垂れることってこれ当然のことですからね。まあお互いに敬意を表し合うそ,、ね、それ、うんはあやっぱりしてもいいんじゃないですか。はい、だからそれを行けないという人これ要するに。 その「右翼だなんだかんだとかって高橋さんこの言われたり地上波でも言われたりするんだけどそれあの見てる人があ,のあまりにも左でもこけそうになるぐらい左から見てるから普通の人が右翼に見えるわけであって <laughs> すごい言い方されてるなと思って最近見てるんですけどすごいまあ何言われても大して答えんので私ははいあのもう自分の信教の自由です一人の日本人としての信教の自由ですかう そのタブーなきそのお話を次々とされるのであの私たちにとっては当たり前のことなんだけど例えば地上波を見てる人にはえっ、ー、っていうことになって逆に言うと余計人気が上がってるわけ。見た人がこの高井さんを見た人がああこういうことをおっしゃるあ議員がいるんだっていうことでものすごく今新鮮なんですよ。 それでできるだけいろんなところに出てそのタブーなき発言をしていけばいくだけどん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 支持者出るだけ増えますのでもうあのご飯食べる以外は全部出てほしいと私は思ってるんですけど。